親子関係のカウンセリングを受けてきました。聞いてください。だけど人間っていうのは意識と潜在意識、まあ意識と無意識というのがあって、この両方を使ってるんですね。だからほとんどこう意識っていうのは手動操縦みたいな感じでね、で潜在意識っていうのが自動操縦みたいな感じ、まあ癖みたいな感じですね、潜在意識っていうのは。で大体その家族とか身近な人と喋る時は特にですけど、その癖の方が出やすいんですね。でその癖が出やすくって、ああこんな風に喋ろうと思ってたのにまたついあんなこと言っちゃったなとか、あ肝心なことをね言ってあげたかったのに言えなかったのなとか、そういうことがよくよくよく起きるんですね。潜在意識をの中にね、プログラミングせずに自分の意思でやろうやろうとするとうまくいかないっていうことを福山さんもよくよく経験してきたと思うんですね、うん、でこれをあんまり自分の意思の力でやってるともう人生自身で人間関係に疲れちゃうんで、ものすごい簡単な方法が実はあって、でこういう相談をして僕が話したことをずっと聞いてれば、潜在意識っていうのは繰り返し繰り返し聞いてるとそれが自然にプログラミングされるという働きがどうやらあるみたいなんですよね。でずっと聞いてると、ね、自然にあんまり頑張らなくてもできるようになるんですね。いかがでしたか？潜在意識の書き換えをするということですよね。そのために単語カードに書いて何回も何回も見たり、ボイスレコーダーの先生のお話を何回も何回も聞いたりして、潜在意識の固定観念というものをの書き換えをしていったわけなんです。そしてそういうブログも書いていますので、よかったら読んでみてください。下の説明欄にリンクを貼っておきますね。それではこの辺で、福山一恵でした。